ヤホー、こんにちは、さひこです。東京でボーカルトレーナーやっております。レッスンのお申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日は XG のちさちゃんが先ほど動画を上げました Nobody Love という楽曲ですね。こちらトリケリーの楽曲かな。早速皆さんと一緒に聴いていきながら歌声分析していきたいと思います。ちさちゃんのトリケリーどんな感じなのかめっちゃ楽しみ。ゴリゴリにかっこいいんだが、ちょっとなんかこの後ろのなんだろう、このふわっとしたラッパの音みたいな、こういう音がなんかちょっとレトロに感じたんだけど、まずこのごめんね、この looking とか for、 ここで結構突っ込むんですよね、リズムが。ボビーあーいーんってこの感じ、これなんかあれ、この感じ。ちょっと大変だな、待って。Everybody scared of going nowhere。なんかこの感じですね。Everybody、まず H ボイスから入るでしょう。で、Everybody scared of going。going とこういう感じでなんか音をね、こう揺らしながら落としていくんですね、音をね。そう。で、nowhere。ここで nowhere ってなんかちょっとこう裏返しみたいなニュアンスが入って、where。ちょっとこう震えながら最後にカクンと音が落ちるみたいな、すごく細かいんだけどね。この感じな、ちょっとこの張り感、声の張り感がちょっとトリケリっぽいのがね、ちょっと絶妙というか、ちさちゃんいや、かっこよすぎるでしょっていう。ちょっと待ってくれよ。ここちょっと階段みたいにね、上の方に上がってくるシーンですよね。めっちゃかっこいいな。綺麗に繋がっとるな、上の方まで声がね。地声からこうぐーっと声が引き伸ばしてて、上の方でもその強さを維持した状態で、That's not okay って言ってるよね。このさ、Feel this girl with I'm with you、 このちょっと力抜けた感じとか超素敵。後ろの I'm with you ぐらい結構鼻にかかったような、ちょっと猫なで声みたいな感じ、甘い声になってますよね。すごい素敵。Try my best to fight、 この try、 ちょっとこういうエッジ系の音っていうのが入ってくるのも素敵だし、この always の音のパキッと感な、やだ、なんかこのひっくり返しが2箇所ぐらい出てきますね。やば。あー、やば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 。なんかさっき言ったちょっとこう甘い声みたいな感じの言ったと思うんですけど、ここもねちょっとそれなんですよね。トリケリーも確かそんな感じだったと思う。すごいなんかここで急になんかキュートになるっていうか、 And nobody love and nobody love like you too みたいな、ちょっとこうふーんって鼻にかかったような可愛い音、そんな感じで歌ってた気がするんだけど、ちさちゃんもねなんかちょっとセクシーも入ってんのよね。あー、このエッジかな、 And nobody ってこのエッジの音がそうさせてるのかもしれない。Love ってこの下に入っていく、 Love って上じゃなくて Love 下の方に入っていくのもちょっとね、あのキュートさよりもセクシーさって感じかな。このこの切ってる時のちょっとこうキュッて音もまたね、これはこう声を切るから発生する音っていうかね、あの自然に出てる音だと思うんですけど、すごくなんか魅力的、なんかこういう自然な音めっちゃ好き。
この next をちょっと next ってちょっと投げる。で、H の方に next って投げちゃって、next thing で thing をちょっとこう下から持ち上げていくみたいな。そこでビブラートかけていくみたいな。ちょっとこれもね。ちょっとこれもね、すごくレベルの高い技というか、よくもまあこんなにいろいろね、アクロバティックに動くなという感じなんですけれどもね。やだ。やだよ。ねえ。なぁ、この鼻にグッとかかるような音最高やな。バカムズだろ。バカムズだろ。テンション。いやー、これやばいな。これなんかね、トリーケリーはね、割とシンプルにビブラートだった気がするんだよな。なんかここら辺とか。結構ちさちゃんの方がビブラートが出てくるタイミングが少し後ろの方なんだよね。だからなんかちょっとね、トリーケリーとはまたちょっとまたこれは違うというか。シャイン。こう明らかに後ろでシャーンって抜いてんだよね。パーンってビブラートの書き方がトリケリだとテンシャーンってこう出していく方だと思うんですけど、この抜き感とかもちょっとやばい。どこで教わったのこんなの。どうする。やだやだやだ。ちょっとなんかアリアナグランデみたいなことしちゃうね。結構ね、上側のちょっとこういうフェイクみたいなのって、こう上にこう階段状に登っていくフェイクって、落としていくフェイクよりもちょっと難しいんですよね。これだからね、ちさちゃん、まあ、やばいなっていうのがこれを聞いただけでわかるんですけど。で、後ろでビブラートですね。OK の時ですよね。なんか結構さ、締め感が強い歌声というか、ちょっとこうキリキリしてるじゃないですか、上の方が。I should be more cynical until my sin is not OK。 この Not OK の OK かな、うん、入りでちょっときしむような音がする。このね、この感じ、やっぱこう閉鎖感が結構強めじゃないとなかなかね、こういう音しないので、しっかりこうキリッとした音にするために少しこうきつい音に作ってるんじゃないかなと思うんだけど。I should be more cynical。 ここら辺はそんなにさ、こうギチッと詰まった音じゃないんだけど、 Tell myself ってここに入った瞬間からちょっとこうキュッとこう音がきつくなり始めるというか。 Not OK。 うん、ちょっとこうギシギシというね、こういう感じの音が鳴るよね。この音の変化っていうのも面白いね。しかもなんかこのOKの時にさ、ちょっとこういうさ、なんか美味しい音にしちゃうみたいな、ちょっと泣きみたいなニュアンス入れちゃうんですよね、これね。やば。やばいでしょ。ねえ、ここ好きすぎるんだけど、この、ここの入りのこの段差感、この裏声と地声の。やだ。もう、どうする。もう、すごいんだけど、どうしよう。本当に困っちゃうんだけど、私。いや、ちょっとさ、セクシーよね。やっぱ、エッジボイス、そして、こう、語尾の吐息の落とし方。なんか、すごい、こう、いやらしいセクシーさっていうよりかは、すごい、こう、かっこいいセクシーさがあると思うんだけど、この二つの動きで、より、そう感じさせている気がする。もちろん声質とかもあるかもしれないんだけど。やだ。何もうアレンジしてくるよ、どんどん。うわ。いや、何もう。Nobody love。 わー。
この顎使いながらのこの音のカクカクっていう感じな。今初めて愛をはいってこう H から入るみたいな。I want you ってこの入りですよね。ここちょっとこうテンション感が落ちて少しこう静かに歌うようなあの場所だと思うので、ちょっと息っぽくするためにそういう感じのニュアンス入れたり、あともうさっきから結構やっぱ多いんですけど、ひっくり返すニュアンスですね。 Here のところでやっぱがっつりひっくり返してきてますね。 I want you here now ってこの感じですね。細かい音取りやばくない？顎もね、ちさちゃん使ってるんだよね。ちゃんとこうガンと落とす場所があると思うんですけど、顎をね。は？やばくない？ちょっと待って、ちょっと待ってよ、どうするみんな。え、ちょっと待って、どこ出しとった今。G5、 ちょっと待ってくれよ、今から私これ解説すんの？やばくない？ちょっと待って、いいかいい、みんなちょっと聞かせて。聞いててよかった、トリーケリーの歌。そんなにトリーケリーの撮ってるフェイクとそんなに違いはないかなって感じなんだけど。って持ってくのやばくない？イエーイってなって。ですね、ちょっと跳ね感があるのかな、イエーイみたいな感じですね。だから3分割だわな。っていうこの3つですね。この3ブロックを皆さん練習していただけると、ちさちゃんのようなフェイクができるようになります。あのフェイクはね、やっぱ分けて覚える、分けてゆっくり、はい、それがもう本当最初鉄則になりますので、ぜひ皆さんやってみてください。めっちゃ無責任だけどね。めっちゃ無責任なこと言うけど。まあ、でも、練習しないとできるようになりませんから。ええ、お願いします。やば。ってここまでね。きちい。ちさちゃんきちいわ、マジで。やばいって、マジで。はい。この thing の弾き方好き。new thing みたいな。この弾き方やばくない？キュッキュやっとるよ。このさ、すごいフリーで歌ってる、もう自由に歌ってっていう感じのところなんですけど、この自由に歌ってるところがもうもはやかっこいいんですよね、本当にね。この途中で裏声入ってくるのも素敵。ちさちゃんの裏声素敵じゃない？ねえ、もう洋楽じゃん。洋楽アーティストじゃん、ここ。こういう感じで、ちょっとこう、口からだけしか出てなかった声を、鼻にもね、少し通すみたいな。この感じがマジで、マジで。やば。やっちゃうよね。やだ。何？何今の？なんか裏声、ちょっとインドみたいな。インドっぽいっていうか。Nobody って、このまず最初のこのエインが結構あのきつめの音から入るし、 Ain't nobody love, Ain't nobody love、 やばくない？何これ、 Like you do。
do。 いや、やばいって。やばいって、本当に。ちょっと、勘弁してよってずっと思ってた。ずっと勘弁してよって思いながら解説してました。はい。解説になっていたのかはちょっとよくわからないですけれども、はい。ちょっともう記憶がないです、本当に。はい。それぐらい本当、衝撃的でしたね。で、結構、そうだな。やっぱり、この、あーん、みたいな、ダーン、こういう抜きのビブラート、みたいな、一回入れて抜く。っていう、こういうビブラート、なんだろうな、最近、まあ、やたらね、その、まあ、K-POP 界隈にも入ってきてるなぁ、というか、うん、このニュアンス。これ、だからさ、ちょっとまた、一つ流行りの音になっていくのかなぁ、なんていう風にもちょっと思ってたりとかするんですけど、それこそ NMIX のベイちゃんだったりとか、あとは、ブラックピンクのジェニーちゃんもやってましたね、こういうニュアンスね。で、ちさちゃんも、ね、ゴリゴリにやってる、トリーキリーの方がもっとちゃんと最初からビブラートかけてる気が、うん、するというか、そういう記憶の方が強いので、ちょっとちさちゃんの持ってるこの独特なこの抜きのビブラートっていうか、ここもまたね、一つ、ちょっと注目ポイントでしたね、今回はね。もうちょっと、ごめんなさい。高音ね。高音を聞かないといけない、私たちはもう一回。本当にこの高音のこのフェイクですよ。ちょっとちさちゃんここさ、地声の強さを出すんですよ、ここで。結構いかつめの音にするっていうか。へーいって、こっからちょっとこう音がね、やっぱ、上に行くので、少しこう、声を軽くして、最後の、これですよ。下からギューッと持ち上げて、上の方、抜かずにね、抜かずに芯のある音のまま、ここ持っていくっていう。ここちょっとおにりぴだわ。ここだけなんかさ、あれじゃない？なんか、いっぱい再生されるとここだけなんか山になったりするやつあるじゃないですか。もしかしたら、それなるかもしれないね。うん。ちさちゃんのこのグルーヴ感、そして歌唱技術の自由さですね。うん、結構こう、キリキリした音、結構張り感の強い、カーンとした音をね、今回はよく使ってるなっていう印象があるので、まあでも、その中にもなんかこう、緩急とかつけて急に柔らかい声でさ、なんかうちらのことを振り回してくるっていう、なんかそういう感じもあるんですけれども、ぜひぜひ下の概要欄の方ね、リンク貼っておきますので、そちらから投資で見ていただいて、彼女のグルーヴ感だったりとか、まああとは、その、高音、そしてフェイクですね。激しめフェイク、ああいうのもね、こう結構こう圧倒されながら楽しめるんじゃないかなっていう感じですので、ぜひ見ていただけたらと思います。ということで、今日はこんな感じで終わります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。